耳から学ぶ。イエスの再び語りたもうた真理の御言葉。47。第5話。4。危機物語。地上のあらゆる人々に私が父なる神を啓示する時が来るであろう。そしてもはや悲しみも歯ぎしりもなくなるであろう。あらゆる国民に喜びが生まれるであろう。なぜならば、彼らは天に増します。我らの父、愛と英知とに増します。我らの父に関する真理を知るからである。すべてのものが互いに互いを許し合うであろう。なぜなら、許しによってのみ、あなたたちは父の家の喜びに入ることができるからである。この本当の意味があなたたちにわかっているだろうか。父の家におる喜びをあなたたちは今までに感じたことがあるだろうか。一切の真実ならざる者より人を解放する聖なる愛をあなたたちが表現し得て初めて父なる神の至福、すなわち真がキリストはあなたたちの中に次元するのである。今しかもまた永遠に父の家の中におる喜びを今こそあなたたちは体現し得たであろうか。そしてすべての人々が天より下る命のパンに毎日預かるであろう。このパンこそ誠のパン、すなわち命である。そして私はその命である。私は前にあなたたちに互いに許し合うべしと言った。また互いに愛し合うべしとも言った。私の言葉は誠である。なぜならば父なる神はすべての人々を久遠の愛もて愛したもうからである。このような愛をもってあなたたちは互いに愛し合わなければならないのである。父なる神の愛は偉大であり強力であり圧倒的である。この父の愛があなたたちの中にあれば父の喜びがある。父の愛と平安が常にあなたたちの中において君臨せんことを。なぜならばこの愛の君臨が実現したとき、あなたたちの一切の意思、想念、頭脳がこの聖なる不可思の御霊によって導かれ一切の真理を知るようになるからである。天上においてなされている神のご意志が地上においてもまたあなたたちを通じてなされるであろう。私の父のご意志はあなたたち自身の胸の中において行われるのである。